仲間のために生きるというのでは本当の幸せな社会というのは出て、できないというふうに私は思ってるんですよ。じゃあ何のために生きるかっていうと、もうズバリこれなんですね。顧客のために生きるということなんですよ。顧客、お客様ですよね。お客様のために生きる、そういう組織っていうのは実はめちゃくちゃ居心地がいいんですね。皆さんお仕事してたら、この仕事がお客様のためになってるかってめちゃくちゃ気になりませんか？で、お客様のためにどんどん改善していける組織ってものすごい気持ちがいいんですよ。だから公務員であってもですね、作業をしながら、これって本当にお客様のためになってるのかな、国民のためになってるのかな、そういうことを疑問を持った人がいるとですね、一人称のばっかり集まる組織だったら、これってもっとこうした方が良くないですかってなったらですね、そんなことしたら私の残業時間増えるじゃないとかですね、一人称の人たちが集まってる組織っていうのは実は顧客のために頑張る人っていうのは邪魔になるんですよね。なので問題視されてしまうっていうのがあって、でもですね、もしも顧客のために集まってる集団だったら、あ、それいいね、それ顧客のためになるよね、じゃあやってみようってやってですね、取り組んだら成果が出るじゃないですか。そしたらみんなで成長感も感じるし、充実感も感じるし、一体感も感じるんですよ。そう考えてみるとですね、例えば国会もですね、国会答弁をするんですが、みんなが自分の立場がある、自分の議席がある、それを守るためにいろんなポジショントークをする、そういうその顧客のためじゃない活動っていうのを政治的と言ったりしますよね。政治的な動き、これは顧客から離れた動きということですよね。もしも国会が本当に国民のためを思って議論していたら、もっと生産的な話になるはずなんですよね。もちろんいろんな立場があると言いますので、本当に顧客のために働いている国会議員の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、この国会の答弁を聞いていると、それって自分の立場で言ってないかというですね、ポジション特に聞こえてしまうというのがよくあるんじゃないかと思います。なので飲食店なんかはですね、お客様のために働いているかどうか、これはですね、自分がお客様として言っても非常に感じますよね。お客様のためにもっと美味しくならないか、もっと早く提供できないか、もっといいものにできないか、そういう集団っていうのは非常にエネルギーもあふれてサービスレベルも上がるんですよね。そういうことで言うと、この、業績と EIS と CIS という言い方をするんですけども、 EIS というのはエンプロイーインプレッシブサティスファクションということで、従業員満足度のことを ES というんですけども、間に愛の感動が入ってですね、従業員感動満足っていうふうに言うのを EIS というんですね。昔はですねES でよかったんですけども、ただ ES が高いというのは不満がないというだけじゃなくて、従業員が感動を得られるようなお仕事にする、やりがいを持つということで、今 EIS と呼ぶことになっているんですね。 CS じゃなく CIS、 カスタマーサティスファクション、お客様満足度じゃなくて、顧客感動満足ということで CIS と見たときにですね、その顧客のために生きる組織というのは当然顧客のために改善していきますから、 CIS も上がりますし、EIS も上がっていく、働きが上がるんですね。そして CIS が上がれば当然リピートが増えたりとか、紹介が増えたりとかですね、そもそも価値が高まりますから、業績も上がる、業績も上がることによって、その投資ができていきますから、教育投資をしたりとか、さらに離職が減って教育コストも下がりますから、さらに業績が上がっていって、で EIS がさらに上がるというですね、この EIS、CIS、業績の連鎖がですねどんどん起こっていく。その前提に大事なのは、その組織が顧客に向かっているかどうかだと私は思うんですね。なので私が作りたいのはこの顧客に向かう社会なんですよね。で、じゃあこの顧客ってことなんですけども、もうちょっと厳密に顧客っていうキーワード、これをですね再定義したいと思うんですが、顧客って誰なんでしょうね。お客様っていうと、ね、飲食店だと分かりやすいじゃないですか。お金を支払ってくれるお客様ってことなんですけど、じゃあ顧客ってのはお金を支払ってくれる人だとしたらですね、公務員ってお客様誰なんですかねってなった時に、もちろん国民が税金を払ってそこから給与が出てますから、国民っていうことになりそうなんですけど、じゃあその公務員はね顧客だと思っているかっていうと、どっちかっていうと国から払われてますから国の言うことを聞くっていうふうになってるように見えませんか。で、価値の提供相手っていう見方もあると思うんですよ。事務員さんの顧客って誰っていうとですね、
どうですかね、皆さんの組織でも事務員さんがいて、例えば、開発担当がいてですね、製造担当がいて、販売担当がいる、その作って売るって言ったりするんですけども、開発したり、製造したり販売するっていう人たちが顧客に向かうっていうのは分かりやすいじゃないですか。顧客のために開発をするし、顧客のために製造するし、顧客のために販売するっていう、ここが分かりやすいんですけど、じゃあ事務員さんの顧客って誰ってなった時によく答えがちなのが、その、営業のための事務だったら顧客は営業っていうふうに思いがちなんですけども、それは私はですね、実はニュアンスが違うと思ってるんですよ。顧客が仲間のためではないということともつながるんですが、私は顧客っていうのはですね、皆さんのやってる事業、その事業の価値提供相手ということだと思うんですね。なので事務員さんが狙うべき顧客、向かうべき顧客っていうのはやっぱりお客様なんですよ。その事業の価値提供者であるお客様、そのお客様に営業がきちんと価値提供しやすいように事務がサポートするという形。つまりですね、組織の中で事務員さんと営業マンがですね、事務員さんが営業マンに向けて価値提供するんじゃなくて、価値提供する相手はあくまで顧客、そのお客様、その事業の価値提供相手に対して事務員さんは営業マンを通して価値提供する、そういうスタンスを持っていると実はチームは一つになりやすいんですね。家族も一緒なんですよ。家庭のですね、例えば専業主婦の方がいて、その奥さんの価値提供相手は誰かというと旦那さんってなりがちですよね。こうするとですね、実は家族がチームにならないわけですね。旦那さんがですね、稼いでるのは俺なんだみたいな、俺の言うことを聞けみたいになるとですね、それはその奥さんからすると、お客さんが旦那さんになってしまう。そうするとですね、この家族というのはチームにならないんですね。本当のチームというのは旦那さんがその仕事をやってる、その価値提供相手である顧客、その顧客に事業を提供しているわけですよね。その提供しているパフォーマンスを最大化するために奥さんがいるみたいになるとですね、これは2人でその価値提供するというチームになりますから、非常にいい関係になるわけですね。なので結構スポーツ選手の夫婦ってですね、このチーム関係がよくできていると思うんですよ。旦那さんがですね、プロ野球で活躍する、その活躍するための栄養のですね、勉強したりとかして食事を作るというのは、まさに2人が二人三脚でそのプロ野球で価値を提供するってことに向かっているわけじゃないですか。皆さんの家庭はどうでしょうか。旦那さんと奥さんがその自分たちの仕事を通して価値提供する、その顧客に向かっているかどうか。なのでその旦那さんがですね、もしも顧客に向かわない行動をする、例えばもう飲んだくれてですね、寝坊するとか、そういうことがあったら、奥さんはそれは顧客のためにならないよということで正していくとか、こういうのはそのチームとしての活動になりますよね。だから旦那さんの言うことを聞く聞かない、その顧客ではなく仲間である、仲間っていうのは顧客ではなくですね、同じ顧客に向かっていく同志なんだっていうですね、そういう位置づけが非常に大事だと思うんですよね。なのでですね、私はこの自分のために生きるんではなく顧客のために生きる社会にしていきたい、そんなふうに思うんですよ。仲間のためではなく顧客のため、顧客のためになるような存在になるためには仲間の力が必要だという、こういう順番なわけですね。なので、顧客の幸せと従業員の幸せ、この関係がどういう関係かというとですね、よくある考え方っていうのはですね、顧客が幸せになると従業員が幸せになりますっていうですね、こういう矢印で表されるっていうのがイメージする方多いと思うんですが、私はそうではないと思ってるんですね。理想の状態はどうか、顧客が幸せになったら従業員が幸せになって、従業員が幸せになったら顧客が幸せになるというのは、これは因果関係といいますかですね、原因と結果みたいな関係じゃないですか。そうではなくて、私はこの2つがですねイコールになるというのが最高の状態だと思うんですよ。っていうのはですね、従業員の幸せっていうのが別にあって、お客さんが幸せになったら、例えば給与が上がるから私は幸せなんだとか、いろんな条件で幸せを探していくってなるとですね、この従業員満足度って終わりがなくなってしまうんですよね。だから給与はどうするんだとか、そのいろんなその待遇はどうするんだみたいな話になりがちなんですけども、そういった道にですね、実は従業員の幸せってないんですよ。
条件っていうのは良くすれば良くするほどさらにもっと上を求めてしまうものなので、終われない戦いなんですよね。もちろん条件はいろいろ良くしていった方がいいんですけども、根本にはですね、顧客の幸せがイコール従業員の幸せだっていう状態にならないと、その組織っていうのは幸せにならないんですよね。従業員の幸せは一人称の幸せだけではダメなんですよね。一人称の幸せイコール二人称の幸せ、そんな風になった時に初めてこの顧客の幸せが従業員の幸せになってですね、この組織っていうのは非常に強くなりますし、その ESCS 業績が一致していくっていうですね、こんな状態になっていくということなんですね。ということで、このチーム D というですね会社は、奇跡の会社を作るんだ、組織で悩む人を一人でも減らすんだ、そういうビジョンでやっているんですけども、その活動を通してですね、どんな社会を作りたいのかといいますとですね、まとめになるんですけども、もう繰り返しになりますけども、はい、顧客のために生きる社会ということなんですね。もしもですね、皆さんの職場がですね、顧客のために生きる、顧客に向かっている、そういう社会だったらどうでしょうか。いい会社っていうのは全員が顧客に向かっている会社だと思うんですよ。いい組織っていうのは全員が顧客に向かっている組織だと思うんですよ。で、強い組織というのは全員がかなり強烈にですね、顧客のためになろう、そういうふうに向かっていってる、そういう組織が強いチームだと思うんですね。なので、この顧客のために生きる、そういう会社が増えていけば、そのもうサービスレベルもどんどん良くなっていきますし、従業員の幸せも上がっていくわけですよね。こんな素晴らしいことってないと思うんですよ。私はこのチャンネルを通して奇跡の会社と呼べるような、みんなが顧客に向かっていくような、そういう社会会社増えていったらいいなと思いますし、皆さんが受けるサービス、公務員のですね、市役所に行こうが警察官の接送がですね、このみんなが顧客のためになろうって、そんな風に向かってる、そんな社会になったら素晴らしいと思いませんか。このチャンネル見てくれる人はですね、きっとですね、共感していただけるんじゃないかと思いますので、これを見てる人はですね、まず皆さんから自分自身が顧客に迎えてるだろうか、自分のチームは顧客に迎えてるだろうか、そんな風に見直していただきまして、一緒にですね、この顧客のために生きる社会を作っていきましょう。それではまたお会いしましょう。